今回特に面白い話がないので何か真面目ないい話をしたいと思います。本当にこうやって YouTuber1 年半やってるといろんな才能を持った人とかいろんなことやってる人に出会うのね。でまあそうやって特定の分野で輝いてる人とかってすごく共通してる部分があるなと思うんだけど、それは何かっていうと子供の頃にその分野で一番になった記憶があるのね。それがまあ強い成功体験となって今もなおまあ動いてる原動力になってるっていう。自分の場合もこうやってなんかまあ勉強とか学問を、ね、仕事にしてるんだけども、それはやっぱりね遡ると自分の場合結構まあ遅いんだけど高校生の頃に入学式すぐの、ね、テストがあって、それでまあ成績が一番になって、あ俺って勉強できるんだと思って、ね、そこからね、まあ、その勉強好きになったというか勉強に興味強く持ったんだけども、何かしらね、まあ、そうやって教育関係の人とかって、まあ、子供たちに与えるべきなのはそういう何かしらね、何かしらってなまっちゃったすごく何かしら、競争させるね、機会を作ってあげて、何か他の人と比べて秀でてる部分を感じさせてあげるみたいな、それがどんなに小さいことであれそういうのがすごく大事なんじゃないかなと思います。だからまあ昨今のねその競争させないような教育っていうのは個人的にはね、まあ、そこだけ見れば反対です。まああまりいいなとはね思えないですね。はい。積分しましょう。今回の積分見た時何が浮かんでほしいかっていうと、まあ、パッとね見ても一瞬詰まる人もね多いかなと思います。実はね今回部分積分するんですが、部分積分するときにまあx と cos2 乗で積むの知ってみてね、それですぐに部分積分浮かびますかってことですね。それがまあ浮かばない人のために発想を言いましょう。発想で、まあ、この授業を見てる人は結構ね部分積分の基本を押さえていて、まあ、タンジェントとか入ってたらねタンジェントじゃねえわログとか入ってたら、まあ、部分積分するんだろうなとかすぐに浮かぶ人も多いと思います。あとはね三角関数がまあ普通に分母とかじゃなくて分子の方にあったら何かね部分積分しやすい人も多いと思う。ただこれがねレパートリーから抜けてる人がいると思うので、ね、書いておきましょう。タンジェント x の部分ってタンジェント x の部分は cos2 乗x分の1とこれがありますので、これを部分積分のレパートリーに入れましょう。いつも頭の片隅にこれを入れておくと、特に cos2 乗x分の1で伸びたとき部分積分のレパートリーに入れるとレパートリーはいこれが今回持っていてほしい発想の部分になります。これがあればね、今回の時はすごく簡単です。じゃあ実際にやっていきましょう。だからこれがね、頭にある人は、もうすぐに cos2 乗 x の1っていうのがタンジェントの微分に見える。その目でまず見てあげましょう。与えられた積分がこれ。cos2 乗 x 分の x で dx と。ただ、この目で見れる人ってのはもうすぐにこういうふうに置き換えられる。タンジェント x の微分と。でもうね部分積分するときにこの x ってのはもうめちゃくちゃに微分してほしい形なので、もちろん微分する方に選びます。タンジェント x ってのはもう積分しやすい形になってね、だってタンジェント x 微分なんだから積分したらタンジェント x だもんね。だから部分積分するときはもちろん微分する方積分する方に選択します。なのでイコールと。まずはこいつを積分してこれこのまま。だから x のタンジェント x。マイナスのインテグラルで、積分の形のまんまで微分すればいいから x は消えてタンジェント x の積分と。はいこんな風にで、まあ、もちろん、ね、タンジェント x の積分できると思うんだけど一応確認しておくと、タンジェント x ってのは cos3x 分の 3x これはまあタンジェントそのまま、ね、まだ何もやってません。でこのままね積分するのはややこしいので sin っていうのを cos の微分になってみるんだね。サインは正確にはコサインの微分でマイナスしたやつだからこうしようか。 x のタンジェント x 出てきてしまうマイナスをこのマイナスに押し付けてプラスに変えると何言ってるかっていうとこうするってことね。コサイン x 分のコサイン x の微分と見てあげると、そうするとこれコサイン x の微分はマイナス 3x だから元に戻るよね。このマイナスをまあもらったって考えてもいいね。分子にこの形になると思います。この形にするとすごく嬉しいことがあって、これ微分系がもう分子にくっついてるのでそのまま積分することができると。なのでイコール x タンジェント x でプラスのログで絶対値の cos2x で積分定数の c をつける。もちろんログ cos2x の出てこれ微分すれば cos2x 分の cos の微分だからこれ元に戻るもんねということになります。はい、今回のポイントをまとめるとcos2 乗 x 分の1って、ね、結構特殊な形が入ってるんですが、今回はそれを見たときにすぐにねこのタンジェント x の微分だっていう心をね持てるようにしましょう。でタンジェント x の微分だって分かる人は、そこからねすぐに部分積分の発想へいけるようになったら、完璧だと思います。ということでね、こうやって毎週月曜日の朝7時半にシンプルな積分の問題を上げているので、ぜひね今後も勉強したいなと思った人はねチャンネル登録、高評価の方よろしくお願いします。コメントねどしどし待っております。ということで今回の授業はこれでおしまいにしましょう。お疲れ様でした。ファボ2万の前説済んだ。